あった、ここ9番道路だ。あ、ちょっと一旦これで毛先切りでやってみましょう。あら、ライチュー、けっけー、かっけーな。おい、なんかいろいろアルゲイツボーイじゃねえかよ、ここの道。ちょっと先行きたいけど、ちょっとあの女の子邪魔やな。戦いたくない、戦いたくない、戦いたくない。この9番道路ちょっと乗り越えていくか。はい、若もとか言った、お前がネギを背負ってるんだけどな、本当だよ。はい、あいみちゃん、よくカモとか言えたもんだぜ。 EV やれ。EV はい、レベル何の EV 持っとるか、自分見してみーや。まあまあ高いレベルのやつ持ってんな。どうだ、よし、入った入った入った。 OK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 。 いやー、ちょ、草タイプが弱点だけど、この先草タイプのジム あったな。草タイプのジムあったわ。一回なんかアニメ版だと火事になっちゃってなかったっけ、あのジム。確か忘れちゃったけどさ、忘れちゃったんじゃけどさ。と乗り越えていくか、この9番道路。まあ、看板あるで。9番道路、花岩山トンネルだ。岩山トンネルか。そうか、懐かしいな、岩山トンネル。上結構行けるけど、下にはおっさん滞在中。上は行けるかな。ダメだな、泥道バトルが必須になってくんのか。下から行くかな、下から行けるかな、下から行ける感じがすげえしねえな。ちょっと上から行くか。行きます。なんかもはやスニーキングミッションやってるみたいになってるわ。もはやね。はい、じゃあ上から行きましょうかね。はい、はい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 、岩山トンネル越えてシオンタウンに行こうとしてんだね。オッケーオッケー。俺もね、なんかよくわかんないけどシオンタウン行こうとしてますわ。はい、オッケーオッケー。キャンプボーイ、キャンプボーイのりひろ、よろしくな。うえー、キャンプボーイのりひろ。わあ、もう砂かけ使ってくるやろそいつ。もう好きちゃうねんな、砂かけ使ってくんの。二度蹴りいけたっけこいつ。多分電気効かないんだよね。おお、二度蹴りそんな効かない、やばい。砂かけやろ、乱れ引っかけや。はいはい、オッケー。2回、ラッキー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 ボーイ。電気効かないよな、地面入ってないっけ。もう二度蹴りだな。はい、多分地面入ってるよな。はい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 、オッケーオッケーオッケー、いけるいける、二度蹴りでいける、二度蹴りでいける。はい、あともう二度蹴り、あともう二度蹴りすればいけるわ。おい、はい、オッケー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 、あともう一回、1、2、いいね、最高5回とか食らわすからなこいつ。はい、二度蹴り。はい、イエーイ、オッケー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 。ラッタ、あ、そのまま戦いましょうか。ラッタやったら大丈夫でしょう。こいつやろ、いけるいける。10万ボルトでいけないかな、一発で来い。あー、マジか、頼むよ。アブゲロス、アブゲロスボーイの登場だぜ。おい、10万ボルト。よっしゃ、いったー、危ねー。オッケー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 。よし、体力やべえな、ポケモンセンター行こっかな。うえーい、20レベル。どのピカチュウなんだろう、どのピカチュウなんだろう、わかんないけど。はい、オッケーオッケー、スーパーボールに行こう。そんな驚く必要ありますか。まあ確かにね、ピカチュウ1本でここまでやってきてるからね。あー、どうしようかな、一旦戻るか。来た、10番道路。もうちょっと奥行けるかな。うわー、びっくりした。別にこの野生のポケモンとは戦ってもいいんだけどね、別にね。あー、懐かしいな、こんなとこあったな。波乗り行ったりしたな、ここ。はい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 、なるほど、はいはいはい。わーお、わーお、お前だな、最近俺たちの邪魔をしているお子様っていうのは。邪魔してない、なんかそっちが勝手に。わーお、わーお、おかげでロケット団のメンツが丸つぶれ。このままじゃボスに顔向きができないじゃん。
ってことでちょっと痛い目見てもらうよ。え、待ちなさい。誰？あら、へっ、うーわー、エロ家庭教師みたいなの出てきた。子供相手に多勢に無勢、見過ごすわけないわね。なんだこいつ、まとめてやっつけてやる。こっちの3人は私が相手してあげる。そっちの彼は頼めるかしら。任せて。いい返事。それじゃあ行くわよ。そっちの1人はって、なんかもう意味がよくわかんない。別に本人同士で戦うわけじゃないから、ポケモンベトルやし。だってまあまあまあ、はいはい、下っ端出てきましたよと。はい、下っ端ラッタ。はいよ、行っておいでら。あいつ、はい、まあ残り2人も、あ、びっくりした、急にグー、OK Google が反応したびっくりした、今急に OK Google 反応したわ、喋った、実況してたら。はい、あ、 OK OK OK、 レベルアップ。きた、高速移動か。移動速度上げるんだよね確か。そうじゃない、一計確か。力を抜いて体を軽くして高速で動く、自分の素早さをグーンと上げるか。あー、だから先行攻撃できるようになるってことね。まあ本当に上級者ぐらいにならないとこれ使わないからな。オボルの諦めよう。まあ早いやつには到底かなわねえからね。オッケー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 、ありがとうございます。どうも、20レベルに上がりました。どうも、あ、どう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 もどうもどうもどうも、どのピカチュウが上がったんだろう全部ピカチュウやから。奥様のくせになんて強さだよ。あ、今女の話しちゃった。3人がかりでも足も出なかった。その強すぎる氷ポケモン、あんた一体。私はポケモンリーグ四天王のキンナ、あなたたちも氷漬けにしてあげましょうか。四天王、ま、間に合ってます。あなたやるわね、想像以上だわ。なるほど、ジムバッジ集めてるのね。いい、あなたがポケモンリーグに挑戦してくれること楽しみに待ってるわね。それじゃあまた。四天王のカンナ様にエロ家庭教師に会ったけど、おー、なんか良さそうなやつやったな。とりあえずポケモンセンター入ろうぜ。はい、すげえ、四天王に会ったよ。あんなビジュアルなんだね。なんか四天王って、だってあの実際にバトルするまでドッド絵しか分かんないからね、ファイアレッドとかだとね。はい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 、ズズイケメン。オッケー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 、ありがとうございます。はい、で岩山トンネルが横にあったから、そこ行こうか。はい、こいつ邪魔やな。ここで行けるやろ、だいぶ遠回りで行けるの。オッケー、メンステーベールで、あそこにおるけん、まあ一回無視して先行っちゃっていいかな。はいはい、スーパーボールと。でここでこの中入っていくとシオンタウンに行けるっちゅったから、シオンタウンまで行こうか。わー、いやー、厳しいかな無理かな。なんかこううまく現代社会のこう画質とかをこう凝らして いけたりしないかな。なんかいけそうだけどな、なんか苦労しちゃうかな、ズズちゃん。それかちゃんといけない仕様になってんのかな。あ、でもなんかトレーナーとかおるな普通に。ちょっとなんだろう、あんま優しくない動画になりそう。ちょっと待ってねみんな。あ、まあ、28、21、21、もう全員が10万ボルトを覚えてる状態ですね。はい、で、レベル28と。さあ、本当は、ちょっと、ライチュウ、もう本物のライチュウになってから、ちょっとジム行きたかったんですけど、もう、本当にやることなくなっちゃったんで、ジム挑戦していこうかなと思いますと。どうも、お見事、木を切り倒し、ジムへの道を開いた。よし、ジムへの挑戦が認められたぞ、待ってるからなと。お前、田中くん、君が別にね、戦うわけじゃないんだから、そんな偉そうにされとも。まあ、マネージャー、みたいな感じなんだろうね。えい、来たー。さあ、皆さん来ました。ここがですね、電気タイプのポケモンを操るトレーナーがたくさんいる、口場ジムでございますよ。
さあやっていきましょうと。これ何ですか？赤いゴミ箱だ。ん？青いゴミ箱だ。ゴミ箱ばかり、ゴミばかり。どういうこと？なんでこんなゴミやんの？逆にどういうこと？これ客は何を見せられてんの？ VS 嵐？何？いやゴミばかりやけど、どっかにスイッチがあるんでしょ？どっかにスイッチがあって探せばいいんでしょ？でもこれってさ、一回もこの周りのトレーナーと戦わずに、なあ、2つあるのね。オッケーオッケーオッケー、わかりました。うわしんど、押してっから行かなきゃいけないの？うわしんど、メスティックバイオレンスじゃんこんなん。もう一個どこにあるでしょうか？でしょ。もういいや、話しかけちゃえ。はい、どうも。わかりました。ちょっとこの辺の3人のトレーナーちょっとボッコります。よし、ぶっ倒したぜ、ぜ。これ、めんどくさいな。それなら、青のゴミ箱の隣のゴミ箱を調べてみたらどうだと。あー、いろいろ教えてくれるんだ。20ロックのヒントをあげようと、第1ロックを外したら第2ロックを連続で外せ、2つのロックを上下左右で隣り合わせにあるぜと。はいはい、わかった。はい、もう2人のヒントでわかったよ。はい、これでしょ。で、青ブロックの隣やろ。だからもうこの下やねんな。これや。はい。うえー、謎解きズズちゃん、もうパーフェクトでございますよ。どうも、分かったよ。赤い5秒後の隣にはスイッチはなさそうだぜと。いらんヒントいらんヒントや。どうも、君は確かマチスと言ったね。僕は君に勝つよ。はい、どうも。Welcome to クチバチーム。 Hi baby, you がチャレンジャー。ハハハ、そんなパンパンなパワーで B に勝負を挑むとはいい度胸ね。ポケモンバトル、そんなに甘くない。みんなブルブルしてもらってあげます。うーわ、最悪だわ。こんな悪いやつにライチュウが使う。もうライチュウ出てくるんですよ、この後。よいしょ。まずはな、お手並み拝見ビリリダマね。お手並みリリダマね。オッケー。はい、まず行きます。はい、二度蹴り。これ二度蹴りですよ。はい、ワン、一蹴り。はい、二、一蹴り。二回当たった。光の壁。あ、オッケー。特攻だから電気とか、まあ、二度蹴りは特殊じゃないから物理攻撃だから、まあいけるでしょう。はい、二度蹴り。はい、一。よっしゃ、入った、急所入った。はーい、入ったまの水かい。オッケー、いいぞ。ライチュウいいね、経験値入ってる。よし、コイルか。入れ替えません、そのまま行きましょう。さあ来い、コイル。格闘、鋼持ってから格闘効くんだよね。はい、今もう電気と格闘に関する技ばっかり詳しくなってからな、今。はい、入った。2回、ソニックブーム。やばいな。いける。まあ、いけるか。もういっちょ。はい。一蹴り。よし、入った。ありがとう、コイル。さあ来い。まずライチュウ経験値入るよ。はい、ありがとう。よし。来た、ライチュウ。やっと見れる。そのまま行こう。ライチュウ VS ライチュウや。うわ、かわいい。え、めちゃくちゃかわいい。ちょっと待って、見ましょう、しばらく。めっちゃかわいい。あ、お前いらねえ、お前はいいんだよ、お前いいんだ。あ、かわいい。え、ワープめっちゃか、うわ、お前じゃない、お前ピックアップだ。うわ、か、かわいい。サイズ感もちょうどええわ。え、めっちゃかわいい、ライチュウ。うわ、かいいわ、もうライチュウ見たかな。ライチュウ見たか、ライチュウ。あれだぜ、本物のライチュウは。もうあなたも本物のライチュウって。あ、うわ、めっちゃ可愛いけど倒さないと先進めないのよね。
倒せるかな、なんかメロメロで倒せないかもしんない。うわ強いライチュウさす、いい、何技出してくんの、何、うわーかわいい、かわいい、今の何、めっちゃかわいいライチュウ、いいいいね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 、まあ、まあまあ今のライチュウ、まあ、でも過去10万ボルト繰り出してるライチュウめっちゃ可愛いな、いいわ、いいもん見れてるわ今、これやられた時のこのやられた時の顔も可愛いわ、いたってわーちょわーかわー、うわー、あーあー一生見てたいわ、もうなんなんだよもう、なんでお前の手元にいんだよ、俺の手元にもライチュウ出てくる、これもうなんか言い聞かしてるだけだからな、このライチュウ、あーもうトゥーネルとかいらねえんだよ、お前マチだっけ名前、そしてあーやめて、そのいいわその顔、オレンジ、やオレンジバッジ、よっしゃい、ズザーバチス、あったね、マチスだね、アンドスペシャルな強さのように、これもミーの気持ちにないと、マチスのサインはいらない、バカ、ライチュのサインくれよ、マチスのサインはいらない、ははドゥンツワーリー、もちろんこれもやるよと、まとまちに36、10万ボルト、イェーイ、はい、ジャンクバルバル10万ボルト、エレクトレックポケモンにおっしゃってください、全員持ってます、ライチュすごかったな、ライチュすごいよかったな、ライチュは緊張でヘトヘト、でも楽しかったみたい、いやよかったなマジで、お前よくやった、お前もああいうライチュになるんだぞな、あれを目指そうな、あれかすみいない、どうしたの、あら君、へえマチさんに勝っちゃうなんてすごいね、順調順調、はーいお疲れ、かすみがポケモンたちに元、ポケモンたちを元気にしてくれた、どういうこと、どうやって、どうやって、レロレッタ、え私海水浴よ、狭いプールから飛び出して広い海で泳ぎたい時もあるの、これからどこ行くの、この近くのディグダの穴って言った、まだだったら連れてってあげようかと、はい、いいわよ行きましょう、ディグダの穴まで連れてってくれるのかすみちゃんが、すげえ、なんかもう穴っていう響きでエロいこと、ここがディグダの穴よ、ディグダが掘り進んでできた穴なの、じゃあね、いろんなポケモンと出会ってね、はーい、知ってたけどさ、オッケー、なんか特に整えるもんなかったんでそのまま行きます、さあここはディグダのあんな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 ですね、まあ格闘技でスパッて倒せるかなと思うんで、まあここら辺のトレーナーはもう存在してたらちょくちょくとぶっ倒していくみたいな感じで行きましょうかね、ちょっとここら辺のポケモンは無視していったん、はいこのまま行きます、ラッキー、はい行きましょう行きましょう行きましょう、ビッびっくりするぐらい何にもない場所ですね、ここディグダの穴、どこまで行けんだこれね、だいぶ奥まで入ってて何にもいないけど、いいのこんなとこ、あどうもハゲジジ、どこかにここよりもずっと真っ暗なトンネルがあるらしいな、いやそれをトンネルの中で言われてもな、2番道路、2番道路ってあれ、ズズさん僕覚えています、ほら大木戸博士の助手です、同じ顔いっぱいいるからな、ちょうどよかった、いいもの見せてあげましょう、いやここだとちょっと明るすぎるな、ズズさん中でお待ちしていますよ、フラッシュです、フラッシュもらいます、多分俺の予想だとフラッシュもらいます、めちゃくちゃいいなここの BGM、 なんかなんだろう、裏の音もね、テレテツテテレテレン、行きましたね、早速いいものを見せましょう、実は僕は秘術輝きをマスターしたのですよ、どういうこと、はい真っ暗になりましたね、ここで心を落ち着けて深く深呼吸すると、どんなに暗くても周りの様子を感じ取ることができる、怖っこいつの秘術、えもう超能力者やんけ、ヒーローズに出れるで、それチュー、えズズさんじゃなくてピカチュウが覚えるの、え秘術けさ切りも使えちゃうって、うん大木戸博士が言ってたけど、かなり特別みたいですね、そのピカチュウ面白い、教えて、ライチュウな、そしてこれライチュウだから、さあピカチュウ僕と一緒に心を落ち着けて深く深呼吸して周りの様子を感じ取る、
輝きモンスター。ジョッシュ、君のピカチュウ実に素晴らしいです。どんどん秘術を使ってくださいね。秘術は技ではないので戦う元気がなくても使えますよ。はい、さあ、ということで秘術ゲットしました。はい、まあそれはそれでいいとして、あのガキ大丈夫？なんかもう親父が研究熱心すぎて、もう孤独の中もうカレンダーを見ることに没頭し始めてるけど、あーすごい秘術を受け入れてるガキ。よかったよかった。じゃあ、はい、じゃあ秘術受け入れてるガキを発見したので、いや、それを発見したことで別に何ズズモ、ジョシャンから輝くをしてもらった。え、ズじゃなくてライチューが覚えた。相変わらずすごいな、ズズの相棒。あ、輝き使えそうなとこ俺知ってるぜ。近くまで連れてってやろうか。一人で行きます。あ、そうか、本当に大丈夫か。一人で行きたい。わかった、一応言っとく。ハラダシティからずっと東に行くと岩山トンネルっていう真っ暗なところがあるんだって。気をつけて行くの。 Here we go。まったく俺より一歩遅いなあいつはな。はい、一旦けさぎりで、けさぎりますと。で、ここマサラタウンだよね、ジョシオルってことは。多分そうだよね。ズズイケメン。はい、ここなんだ。なんかここの通路のところ派手な髪のやついっぱいおるな。あー、ここに着くのか。リーフの石、あー、リーフの石いらないな。雷の石ですね、欲しいものは。はい、あ、これもいいですか。あ、いい傷薬、ありがとうございます。いただきます。いっぱいあるね、ここ。もうないんだね。ここの一角嫌やな。なんかなんかありそうだけんな、ラストのこの一角。さあ、ぼこし損ねた、お月見山のトレーナーたちをぼこしてきて、今ここにいますと。で、今ライチュはすごい懐き度いい状態なので、扱いましょう。懐き度いい状態なので、もっと頑張っていけば多分もっと懐いてくれるんじゃないかなと思います。はい、なので頑張っていこうかなと思いますと。さあ、岩山トンネル、あ、違う。はい、あ、なんかすごい可愛いの来てるけど、何、どうしたの。ファイアーレッドガーとかって言ってるけど、何、誰、誰、うわ、男だった。いやー、夜中の名古屋駅、いやー、夜23時ぐらいの名古屋駅、いやー、ビッグカメラの目の前の名古屋駅、いやー。わかる人にしかわかんない、ごめんなさいね、すいません。名古屋に住んでいるもので。オッケー、ありがとうございました。ありがとうございました。ハロウィンの渋谷、いやー、これが一番いいな。これがみんなに伝わるね。オッケーオッケーオッケー。怪獣マニアか。破れたのか。顔、顔、顔。怪獣マニアつっても、ヤドンが好きなだけなんだ。ビーン、ヤドンが好きなだけなんだろうな。はい、じゃあ行きましょうか。はいはい、避けて避けていきますよ。どんどん行きますよ。で、もう残りのトレーナーは後で裏でボコボコにしようかな。てか、でっけえの多いな、ここに来て。ゴルバットこんなでけえんや。あんまこう、実物で見たことないから、実物っていうか、等身大で見たことないからね。等身大でっていうか。はい、もうちょっとボコボコ、ボコボコやっていこう。ボコボコやっていこう。はい、はい、はい、来た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 。髪長。髪長。髪切ったらまず。あ、オッケーオッケー、いけるいけるいける、全然いける。アンペアは何でしょうか。オッケー、抵抗とかないんでしょう。オームと法則とか無視なんでしょうかね。オッケー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 。顔、顔、よし、オッケー。このまま進んでいきますが、どうしようかな。上行くか。ちょっと待って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 。はい、オッケー、元気のキキララ。いいね、元気のキキララ。で、こっちやな。いるかな、わ、いる、いる。あ、うろうろタイプ。あ、いけるいける。うろうろタイプ全然いける。よし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 。よしよしよし。はい、うろうろタイプ。クリティカル。クリティカル。なんだろ、クリティカルって。はい、じゃあ、行くぞ。はい、ぐるぐるタイプいいよ。ぐるぐるタイプいいね。ここまで遠くにいたら多分ぐるぐるタイプでも俺のことは見ないだろ。
いける。よいしょ、オッケー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 。スーパーボール3つ。オッケー。はい、来た。あ、いい。うめえ、びっくりしたー。めちゃんこ、激んこびっくりした、今。お前、ノー振り向きボーイ？ノー振り向きボーイだな、お前は。まっすぐ行きゃいい。おー！あ、振り向きボーイだ、待って。あ、待って、振り向きボーイ。タイミングだけ見計らって、見計らって。いける。よし、楽勝だなー。ドッド絵みたいにピッ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 って向き変えないからいいね。よし。オッケー、穴抜けの毛皮。穴抜けの紐もいらないよな。だって普通に帰れるもんな。あー、見つかった！後ろ向いてんのに見つかった。遠くからゆっくり来てまーす。はい、行きます。さあどうだ。何かな、いわく系だろうな、多分な。格闘持ってるから全然腕力いいか。10万ボルト2回でいけるかな。はい、糸井ドライチュー。普通に。はい。でもう一丁。オッケー。なんか相手の掛け声に合わせて技を避けたって言ってるんだよね。でも、相手の掛け声に合わせて技、毎回避けな。毎回避けな、避けられないものもあるだろうけど、基本毎回避けな、そういうもんだぜ。そう。耳打ちさえしなきゃな。ポケモンに対峙して。そう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 。下も行けるな。ちょっと待ってね。うわー、もう、がっつり迷路やな。どこだ？やっぱアイテムある場所は違うんだよね。戦うか。うわー、なんかイケメそう。誰？山で迷わないためには、目印の声だ。追って。え？あ、目印の声だ。声だをか。声だって声だを追って歩くといいのよ。女。なんでアドバイスしながらバトルすんの？どういうこと？神経どうしてんの？おー、かっこよお姉さんか。エリートトレーナーだもん。やば。エリートついてるもんな。あら、かわいいじゃないの。ライチュウとはまた違った魅力がありますね、ロコン。10万ボルトでいけっかな。ほい。誰？おえ、入った入った。よしよしよ、回避はえぐいな。やけどった。まああんまり電気タイプ火とは関係ないけど、なんか若干火って強いイメージがあるよね。イメージでしかないけど。よし、電気ショックいったれ。入った。 OK 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 OK。30いったよ。はい。ライチは新しい。来た！雷！よし。30レベル飛ぶんだ。忘れさせると。雷かー！電気ショック捨てるかな？電気ショック捨てよう。よし、オッケー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 。言うて電気ショックやしな。オッケー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 。ヒットに強くないんだよね、雷。ただね。雨降ってたら全然いけんだけんな。おー、やばいね。ユンゲラーか。ちょっと危ねえから入れ替えるか。よし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 。ちょ、こっちのライチュウ、まあピカチュウも使っていこうか。もう何がピカチュウでライチュウか分からなくなっちゃったけど、そこはごめんなさい。はい、どうもピカチュウ。はい、ユンゲラー。はい、来た。ちょっと強そうだな、普通に。10万ボルトでいけないかな。再起光線。おーい、あと早いんだ基本的に。はい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 、なるほどなるほど。データが徐々に集まってまいってますよ。待って、ま、集まってまいります。集まっておりますよ。じゃあちょっと待って、ね、傷薬みたいなのあったよね。傷薬ちょっと、あ、間違えた。ピカチュウじゃない、ライチュウライチュウライチュウに、ピカチュウじゃない、戦闘だから間違えてここにしちゃいましたっていうオチです。はい、体力回復した。大体どんぐらい回復するんだ。36か。あー、オッケー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 。一回頑張った。よく頑張った。よく頑張った。よく頑張った。どうしようかな。回復させるかな。そうしよう。意外とユンゲラーが強いというか、ここのタイプが強いから、バックでエリートトレーナーだけあるよな。これを、はい、ライチュウにお願いします。はい。傷薬ライチュウに使ってって回復して喜んでる。あいは喜んでいただけて何よりでございますよ。おお、
やばいね、強いね普通に。こちらピカチュウお願いします。はい、あ、いいよ、かわいいよ。どうしようかな、いい傷薬使うかな、もうめんどくさいから。はい、60回復か、ちょっともったいない気もするけど、よし、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、喜んでるよ。再起光線効くよな、だいぶ効くよな。お、耐えたよ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 耐えた、戦うか。じゃああんた、よし、電気ショックでちょっと減らすか。あー、眼科やっぱり、あ、電光石火の方が良かったね。あ、ごめんな、ちょべりは、ごめんなさい、すみません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 。よし、さあこれでライチュー復活、やけどではあるが、やけどではあるがライチュー復活や。よし行きましょう。はい、レベルに5の差はあるからね、言うても。おい、雷のヒット率って見れる、見れるね。雷威力だけど命中 70% か。一回10万ボルトで様子見よう。おい、先行ね。あ、オッケー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 。 70% か、ヒット確率。まあまあ、でもでかい方か。70割で十分だもんな。賭け事だってね、 50% あったら勝負しろみたいなもんだもんね。だってね、そう、10% あれば確率高いっしょみたいなもんだもんね。だってね、ガチャと一緒やな。ガチャとガチャと一緒にすんなって話かもしれないけどもね。さあどっちかな、どっち行こうかな。上行ってみるか。まさに迷路やからな。あ、そっち行ってみるか。よし、もうイライラ棒みたいになってる。いける、よし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 。ゴローニャもおるな。岩多いな、ここ。だいぶ有利だろうな、捕まえたら。ね、捕まえられないけど。縛りじゃないけど。俺、ライチュウで今回やってくって決めたからね。お、いいのあるやないけ、おい。星のディスコ、わい、危ねえ。スターサンドか。なんだろう。ちょっと一回戦うわ。多分こっちにも合ってそうだよね、なんか。よし、どんどん行くぞ。長いな、ここめちゃくちゃ長えな。こんなところ俺フラッシュなしで通ろうとしてたんか、怖。俺、おい、ニャースだニャース。犬山犬子さんね。はい、やめましょう。だ、よし、おお、いや、モーションえぐ、すごかっこよ。雷ジュワーい歌で、いや、俺雷ハマるな、かっこいいな。あ、ちょっと雷いいかも、すげえいいわ。10回しか使えないっていうのがちょっとデメリットやな。これ何？ここは岩山トンネル、花田シティ、シオンタウン。お、これ俺、着いたんちゃう？お、すんず。よ、すんず。これ着いたんじゃねえ俺。シオンタウンでしょ、ここ。新しいとこや。